イモブル 4GS とは E、アクセス自社網ではなく、ソフトバンク参加のワイヤレスシティープラーニングが提供するアドバンストエクステンディドグローバルプラットフォームモード、ソフトバンクモバイル、当時、いかどう。略称はソフトバンク株式会社となった現在も SBM のウルトラスピードモード、ないしはソフトバンクモバイルのウルトラスピードモードとダブル、LTE モードのいずれかを利用した。 MVNO によるスマートフォン向け通信サービスである。なお、Y モービルブランドでは、この名称は利用されておらず、新たな名称も用いられていない。2013年8月20日に開始された WCP 社及び SBM の2社の MVNO として E モバイルブランドで提供されるスマートフォン向けサービス。自社の 3G モーを一切使用しないことから、 従来の利用者については、使い勝手が大きく異なるため、注意が必要。毎月の利用料金については、ソフトバンクモバイルが受託する形となるため、ソフトバンクモバイルから請求される。また、イモブル 4GS 以外の E、モバイルブランド契約者が本契約に切り替える場合は、解約、新規とほぼ同様の扱いとなり、従来の E、モバイルブランドでの利用期間はリセットされ、 fmc サービスと併用していた場合は、当然に ADSL やフレッツ光契約も解除となる。ただし、従来の E、モバイルブランドの音声契約からの変更の場合は、MNP にて同番移行が可能である。この場合の MNP 転出手数料はかからない。逆に、イモブル 4GES 以外の E、モバイルブランドの契約に切り替える場合は、 MNP 転出手数料がかかる。電話番号は、総務省が Y モバイルに割り当てたものではなく、ソフトバンクモバイルに割り当てたものように、確保されている番号が、不満される。2013年11月15日に、アクスグップモーではなく、WLTE モーを利用したサービスも開始された。WLTE モーを利用したサービスは、 当然ながら一部自社網であるが、ソフトバンクモバイルの MVNO 扱いという複雑な形となる。なお、Y モービレブランドのスマホプランに切り替えず、イモブル 4GS の契約のままであっても、何らかの理由により、ユシムカードを Y モービレブランドのものに交換した場合は、利用しているネットワークは同一ながら、Y モービレの表示がなされる。本契約用のユイムカードは、 他の SIM フリー端末に挿しても機能しないと発表されているが、実情は定かでない。本来は本契約の有意無カードのみの契約はアフカだが、2014年2月27日より、日本語版の Google プレイから購入した Nexus5 で、なおかつ特定のイメの番号上8桁が、 Y モバイルが指定するものの2種類のいずれかの端末持ち込みであれば、UIM カード単体の契約を可能とすることになった。その後、Y モバイル移行後の2014年9月1日より、後継の電話サービスにて使用する端末に関わらず UIM カードのみの契約が可能となった。本契約の場合、ソフトバンクグループとなるソフトバンクモバイル。 ウィルコムの 3G 番号からの MNP とそうではない。NTT ドコモと KDDI、沖縄セルラー電話からの MNP とでは、優遇施策に著しい差をつけている。2014年8月以降は、Y モバイルの約款上、ウィルコムコア、3G の音声契約とともに、電話サービスに位置づけられているへの移行を伴う。なお、沖縄県のユーザーが、4GS のプランから、 電話サービスに規定されるスマホプラム S、M、L に変更する場合、契約先の会社が Y モバイルソフトバンクモバイル、ソフトバンクからウィルコム沖縄に原則変更となる。2018年1月31日をもって E、アクセス時代までの音声契約は 3G 派の低派のため使用不可となるが、本契約は QE、アクセス音声網を利用しない契約であるため、 低波の対象外となる。ただし、ウォルトに非対応であるため、2024年1月頃に予定されているソフトバンク 3G のサービス終了までには巻き取りがなされる見通しである。スマートフォンスマートフォン Y モバイルとの契約ではあるが、利用方法の実態としては、ソフトバンクモバイルで契約した場合と準ずる、使用方法となるため、Y モバイルの他の契約形態から、 利用期間やメールアドレスは基本的に引き継ぐことができない。また、契約者向けログインサイトについても、自社が管理する m y イ,イモブルではなく、ソフトバンクモバイルが管理する m y ソフトバンクを利用していたため、イモブルメールの利用も不可であった。現在、イモブル4 g s の契約者向けのログインサイトは、自社が管理する m y イモービルに変更されているが、Y モバイルの 電話サービス契約の場合に利用できる Y モービルメールはイモブル 4GS の契約者は利用できない。電話サービスの内容もソフトバンクモバイルのものと同等となる。例えば自社の通信網では利用可能ないわゆるナンバーリクエスト機能についてはソフトバンクモバイルの通信網では提供されていない都合上利用不可となり端末固有の機能やダウンロードしたアプリの機能に 依存する。逆に自社の通信網では119番が利用できないエリアがあるが、こちらはソフトバンクモバイルの通信網を利用しているためエリアの制限はない。請求はソフトバンクモバイルからなされる。このため請求書や通帳の適用欄の表示がソフトバンクモバイルとして記載される。ショップ店を除く請求書払いや引き落としの携帯などは ソフトバンクモバイルと契約したものに準じて行われる。よって MVNO としてソフトバンクモバイルに貸し出した帯域をまたがしされる形でソフトバンクモバイルから提供を受ける形で提供という複雑な形をとっている。イモブル通信サービスに関する重要説明事項2014年8月以降は Y モービルへの表示。LTE でのパケット通信は 周波数が対応しているので原理上は利用可能だが、Y モバイルの 3G 周波数は e m HL では対応していないので、音声通話を使えるか否かは定かではない。E モバイルの元子、SIM フリーなネクサス S5 の魅力を語る。SIM フリー、ネクサス S5 向けに E モブル 4GS を提供開始からお得な高速データ通信サービスを月額2980円でご利用可能に。 報道発表資料、E-Access 端末使用上は、LTE ネットワーク利用時には、下り最大 150Mbps、上り最大 50Mbps に対応しているが、WLTE の網が、端末の機能に追いついていない。番号非通知ガードサービス通話サービス、Y、モービレ、ハットウイルス対策ソフトを含む。ちなみに、e m h l では、端末固有の機能自体がない。 ただし、Android 端末の場合、アプリ等で非通知拒否を行った場合は、OS の使用上の理由により、通知不可能や公衆電話までも非通知として遮断されてしまう。119番の対応エリアについてサービス、Y、モービレ、ハットソフトバンクモバイルが取り扱っていない、金融機関は、セディナが収納代行を行うため、セディナ、ソフトバンクメガバイトなどの表示がされる。 ありがとうございます。